天皇陛下が生前退位のご意向をにじませてから2ヶ月、政府は今日夕方、有識者会議の初会合を開き、天皇の公務の負担軽減について議論を開始します。中継です。はい、会議は月に2回程度開催する想定で、6人のメンバーが皇室問題や歴史などに詳しい専門家など15人前後から意見を聞く形で進めます。論点は天皇の公務負担の軽減策について、そしてその方策として国事行為の臨時代行や天皇の行為を代行する摂政の設置、生前退位といった選択肢について意見を聞きます。また退位を認める場合には恒久的な制度として皇室典範を改正するのか、それとも一代限りの特別立法とするのか、そういった項目を7つ挙げそれぞれ論点を整理します。その内容は国会や国民に示した上で、来年春頃までの提言の取りまとめを想定しています。しかしその一方で、議論がどう進んでいくのか、政府は世論を非常に気にしていて、じっくり見極めながら、進めていく方針です。